いいパーソナルジムってどうやって見つけるんですか？いいパーソナルジムはやっぱりちゃんとトレーニングを教えてくれると思うんですね。本当の、はいはい、よくあるじゃないですか、こうハードにやりすぎるとお客さんが離れちゃうから嫌だっていう、はいはい、あるんですよ、そういうジムってやっぱりどうしても、はいはいはい、それ分かるんですよ、気持ちは、はい、けどやっぱりお客さんの体変えたいんだったら本当にね、はい、ある程度やっぱりハードなことをやるっていうのはトレーナー、このトレーナーにだったらやっぱりなんだろう、ハードなことをやれって言われても頑張ろうっていう、そういうやっぱ関係性は欲しいなと思いますね、僕は、はい、ハードなことやるともう二度と来ないなっていうからそこをビビってちゃんとトレーニングできないっていう、それ何なのって話じゃないですか、はいね、はい、それはなんかちょっと僕は違うなと思う、はい、じゃあとりあえず来た人は一応それがダメなんです拷問じゃないです、拷問はおないというところで、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい。